皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。韓国 KBO リーグで韓国人初の40の40を目指しているキアのキム・ドヨン。均等長イコール20がドジャース・大谷翔平30より10年も早いと韓国メディアが称賛している。動画、大谷の目の前でトリプルプレーで敗れたドジャース前陣未到の。 50から50をクリアして MLB の歴史を塗り替えた大谷だが、一方のキム・ドヨンも38本塁打、40盗塁をマークしており、残り4試合で大台の40の40に到達できるかに大きな注目が集まっている。マニアタイムスでは、大谷は20歳の時にどんな記録を立てたか。 何もできなかったと二刀流に挑戦していた2015年の日本ハム時代の打撃成績を上げ、70試合で5本塁打、1投塁しただけだとバッサリだ。さらに、今は漫画のような活躍をメジャーリーグでやっている。50から50を超えて60の60に挑戦している、としながらも、20歳のキム・ドヨンはどうですか大谷と比較できない派手な記録を量産している。 大谷のボロボロだった20歳の記録とあまりに違いがある。10年後、キム・ドヨンはどこでどんな記録に挑戦しているかと伝えている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。